こんにちは。もうめちゃくちゃ都会ですけどね、しかも昼っていう、今日はですね、禁足地っていう呼ばれる場所に来ておりまして、禁足地っていうのは入ってはいけない土地ってことで、まあ、神様に祀られてるような、土地なので、外から見て様子を伺うことができるかなと思うので、ビデオカメラのみ、映像のみでちょっと潜入してみようかなと思います。いただきます。出てきた竹林かっていう感じですね。すごいな。もうこの一角だけですからね。こっち駐車場ですけど、この一角だけで、あ、もうすごい祀られてる感じですね。急にうっそうとしてるな。あ、でここに神社のあれがある。ちょっと先に一番端見ていきましょうか。これ裏側はちょっとね、まあ入れない感じ、歩けない感じだったんで、表側だけなんですよね、本当に。あ、ここが一番端ですね。で、ここがもう、ここからは全くって感じですね。ちょうどここで境になってますね。あ、少し隙間があるのかな。少し隙間があるのかな。うわ、すごいな。で、知らず八幡の森って書いてあるんですね。通称八幡の藪知らずと。僕はもう八幡の藪知らずの方で、知ってた感じなんですけど、いろいろ書いてありますね。歴史のある、入ってはいけない場所ですね。なので非常に面白いですね。これは現代もこういう風に守られてるっていうのは。だって向こう側ものすごい車道ですよ。人も車もめちゃくちゃ通ってるのにもかかわらず、通ってるのにもかかわらず、ここ、これですからね。すごいな。で、ゴミを捨てないでって書いてあるんですね。神様をお祭りした場所をきれいにですね。これ神様ってなってるんですけど、果たして本当に神様なんですかね。そもそもたたられちゃってるわけですからね。たたられちゃってるっていうか、まあねえ、神隠しとか合ってるっていうね、話が、言い伝えがあるぐらいですからね。300年前からある自然を守ろう。なんか、見えなくなってる。昔、今って書いてあるんですよ。あ、でも守りましょうってことですね。うん。まあまあ、確かに。まあ結構なね、駅から徒歩5分ぐらいのところなんで、本当に大都会っていうか、なんですよね。さあ、ここは知らず森神社ってですね。はい、失礼します。で、結構ね、今実は僕が撮影してる最中にも何人か結構人来ててですね、ここお参りっていうわけじゃないんですけど、ちょっと覗いてみたりとか、ビデオカメラ回したりとかする人もいたんですよ。ここもなんか結構ちゃんと管理してますね。きちんとちゃんと。で、ちょっとなんか若干気になるのが、なんか右側に塩なんか巻かれてるんだけど、これ大丈夫だよね。こっち行ったら死ぬとかないよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね、これ。はい。
まあ、いろいろ書いてありますね。石碑とかありますね。はあ、なんて書いてあるのかな、これ。八幡なんちゃら大なんちゃら神、神様。神様っぽいですね、でも確かに。入っちゃいけないような場所、まあ、神様は祀ってるから邪魔しないでねってことなのかな。それにしてもでも神隠しの噂とかもあったりするような場所だからね。しかもこの現代のね、こんだけ土地開発されてるのにここだけ守られてるっていうのすごくないですか、めちゃくちゃ。はい、そして知らず八幡の森ですね、ですかね。安政って書いてあるんですね。江戸ですよ、江戸。いやすごいな、もう書いてある。江戸、浅草、神奈川戸町、伊勢屋、宇部が作ったかな、ちょっとわかんないですけど。はい、で実は結構大きさがそんな大きくないですよね、ここ広くないんで。向こう側ちょっとよく見るとね、向こう側見えてるんですよね、マンションっぽいのとか。ただここの中自体はもう絶対に触れないよって、入らないよっていうことらしいですね。あれもすごい涼しい、風が竹のなんか揺れる感じとか心地よい、割と正常な空気って感じがします、ね、綺麗な感じが、まあ、非常に何か竹林って感じですね。守られてるんですね、やっぱり、うん、でもこんだけ竹が生えてるとちょっと管理しないとなんか竹ばっかりになってしまって、なんか結構よく見るとこうやって真ん中とか結構倒れてますよね、竹がね。大丈夫なのかしらって思っちゃってる、うん、まあ、そんな感じですかね。でやっぱりちょっとね、あのゴミの不法投棄みたいなのが見られますね、やっぱりこうやって見るとありますよね、なんかビニール袋とか。これ良くないですね。あの禁足地ってなってるだけで、それだけでちょっとね、きちんと守ってる土地ですから、そこをねやっぱり子供のね、さっき表にも書いてましたけど、神様のいるとこなんできちんとしましょうねっていうところですね。というわけで今日は八幡の藪知らず、真後ろにありますけどに、来ました。未だにですね、ここの土地をきちんとね、綺麗に守ってる方々がねいるんだなということ、そしてですね、それをちゃんとお参りしてる方もいるんだなということをですね、実際に見てて、思いましたね。親子連れでなんかね、子供と一緒にお父さんとお母さんとでなんか来てて、なんか撮影してる、親子いましたね。いい意味でも悪い意味でも威迫がある土地なので、そういう土地が現代ね、こういう都会の中にあるというのもまだ一興なのかなっていうふうに思いました。はい、じゃあここまでです。この動画面白いと思ったらいいねをお願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、また見てね。